丸太上にありますね。はい、丸太上にある状態で、彼らが乗り込んだ瞬間に上から丸太が落ちてくるって感じですね。はい。あ、乗り込んだ乗り込んだ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。ジャイとお供のトニーです。今回はですね、この大妖精の泉を解放する前のチャレンジでいろいろ検証していこうかなと思ってます。で、解放するためのチャレンジがこちら、エピソードチャレンジの大妖精に捧げるセレナーデっていうチャレンジなんですが、音楽家たちを大妖精のつぼみに近づけるミッションなんですね。近づけるためには馬車を作ってあげないとダメですね。で、馬車を作ってあげたらこの方たちは乗り込むんで、そのまま馬で大妖精の泉まで行くって感じのチャレンジです。はい、ということでね、この馬車に乗り込んだ音楽家にぶっ飛ばしたり川流ししたり、いろいろ検証してみようかなと思います。さあ、どうなるのか見ていきましょう。これまずね、まず火炎の実を拾って、それで正面から投げてみましょうか。どうなるんかな。太陽星のところに行くと思ってるんでしょうね。あ、そんな感じな。これとかこうくっつけといたらどうなんのこれ。これね、乗れなくなる。このサインやから屋根とかもつけといてあげましょう。はいはい、あ、いいですね。うん、こんな感じにしといて。どうせやったらこの辺のものね、全部つけましょうこれ。うん、これでちょっと乗せましょうか。うん、運んであげます。はいはい。やや。え、乗れないのか。あ、こんなことしたら乗れ。めんどくさいなこれ。今日もいい天気ですね。あ、そこになんか、おお、降りてきてんな。ちょっと待てよ。あ、降りてきてる。いいこと考えた。これふぺちゃんこにしてみようか。で、まあ一旦これは外しとくでしょ。で、これをね、モードレコで戻すじゃない。ほいで、この間にで、上から今降ってきてますね。あ、あ、一瞬の出来事、一瞬の出来事でしたね。流してみたらどうなるかな。流してみる。ちょっとこれ流してみましょうか。ってことで、これプカプカ、うん、にゃー、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、帰らない帰らない。これをね、ほい、ちょっと浸水してるけど大丈夫ですね。
トニークルーズ出航ですね。ちょっと水没気味ですが大丈夫ですよ。通常運転です。これは車輪もついてるので水陸両用です。ちょっと心配になられてますね。でももう戻れませんからね。もう一個の大王星のとここのまま向かいましょう。あ、お戻りになられます？彼らちょっと空の旅してもらいましょうか。ということで、じゃあこれで、ハハハハハ、飛んでいきましょう。ハハ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 、そんな感じになるんですね。めっちゃ飛びましたね。これを上にこうビューンって上げた状態で、この状態で空中に置いた状態で乗り込むのかな、この人たちは。はい、空中に浮いてますね今。どうなる？あ、乗り込んだ。ちょっと待てよ、ってことはだ、ってことはだ。これを切ります。これをね、ここに置いときます。で、これをこうしときます。で、これを頭上に落ちてくるようにこの辺に調整しておい、はい、緑がここに来てますね。で、ちょうどこの辺に乗り込むから、今丸太上にありますね。はい、丸太上にある状態で運んであげるを押してあげると、彼らが乗り込んだ瞬間に上から丸太が落ちてくるって感じですね。はい、あ、乗り込んだ乗り込んだ。何も起きないな。何も起きないっすね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。いろいろ検証しましたが、まああんまり面白いこと起きませんでしたね。今後もですね、まあいろいろ実験していこうかなとは思ってますんで、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ジャイとお友のトニーでした。またね。